ララポートララポート横浜ララポート横浜セントラルコートララポート横浜は神奈川県横浜市鈴木区イコノベ町に所在する三井不動産商業マネジメント運営のショッピングセンターである JR 横浜線鴨井駅から資金で第三京浜道路江北 IC と東名高速道路横浜オーバー IC からも近い敷地面積10万2000平方メートルの日本電気 横浜事業場跡地に、三井不動産による大型マンション、パークしてラら横浜2月12日、三井不動産は6年ぶり2度目の大規模リニューアルすることを決定したと発表し、同年3月19日から新規、改装店舗が順次オープン、4月19日までの1ヶ月間に、全53店舗がオープンする予定である。伊東洋華堂、東急ハンズ、 神奈川県内最大級の13スクリーンを有するシネマコンプレックス東方シネマズをメインに野島など約270のテナントが出展している。なお、マザー牧場は神奈川県内初出店である。休日における来店客による周辺道路の渋滞が問題となっており公共交通機関の利用が促されているが最寄り駅である。 鴨居駅自体の交通の便が良くない上にやや離れているため利用者の多くは自家用車を利用している。2010年1月より駐車場の増設工事が行われた。開業当初はセンター機体機からシャトルバスが運行されていたが1年以内に廃止されている。東急バス、司令さん系統が最も便数が多い。なお、やぶね停留所に歩道がないため、 子供連れやベビーカー利用時には、一つ新横浜よりの停留所、池辺で下車すると歩道が整備されているため安全である。原則として、年中無休で営業しているが、不定期に休館日がある。ありがとうございます。